初めまして、大好きな音楽へずっと考えてたこと、どうか聞いてほしくって伝えたいことが、ちょっと照れくさいけれどずっと思っていたこと、こんなお手紙に込めて、どんな時もあなたの言葉声を聞いているだけで力が湧いてくるんだ。ねえ笑ってたいよ、どんな時もっても辛いくらい痛い日もあるけどね、あなたに触れるだけで気づけば、この世界が色鮮やかになる、花が咲くように。笑って泣いてどんな時だって選んでいいんだ、いつでも自由に、今日はどんなあなたに出会えるかな、この世界が終わるその日までなり続けて、怖いほど大好きなんだ。受け取ってどうか私の思いを。